はい、お久しぶりでございます。12月に入りましたね。1回目ですね。もうこの時期になるとね、本当にもう、もしかしたらこれが最後になるんじゃないかと思ってね、まだ1ヶ月ぐらいありますけどね。2021年の12月の2日の木曜日ということでね、時刻がね13時6分というとこかな。まあ、すごく天気が良くてね、まあ、昨日一昨日ぐらいでしたっけ、めちゃめちゃ大雨だったんですけどもね。でまあ11月はね、まあいろいろとこうなんかね、体調もあまり良くないっていうか、まあなんでね、ちょっとやっぱ焦ったりするとやっぱり体調が崩れちゃって、でやらなきゃいけないこととかね、まあいろんなことが重なるとちょっとやばくて、結局11月はね、まあ何もしなかったんですけどもね、そういうこうやってることがね、もうドカーンときちゃってね、前半と後半、まあいろいろとね、まあコロナですかね、10月ぐらいからだいぶ良くなってきてね、だいぶ緩和されてね、ただやっぱしね、やっぱりもう1ヶ月2ヶ月ほとんど低レベルでねかかる人も少なくて、重症の人がガン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 退院してみたいなね、そして結局ね1ヶ月2ヶ月全然こう、ねかかる人がいなくて、で結局ゼロに近づいてっていう、そういうようなことじゃないとね、やっぱりちょっと減ったからってさ、慌ててよかったよかったなんてやってるとまたね、だいたい新しいのが来て、新しくまたいろんなね感染が増えてくると第6波6波ですよね。ですからここ1年半2年ぐらいの間に5回そういう繰り返しをしてるんですよね。バカじゃないのっていうね、なんかこうちょっと良くなったらよし大丈夫みたいな感じでいろいろやってまたおかしくなってね、そんな感じがずっと続いててね、なんていうんですか、学習しないですかね本当にね。やっぱりもうほとんどこうゼロに近い、ね日がだいたい3ヶ月ぐらい続いたらもうだいたい大丈夫かなとは思うんですけども、ただね、ちょっと減ったからって、もう OK みたいな話にはならないなとは思うんですけど、なぜかね、世間はそういう感じで、でまあ今回はね1ヶ月ちょっとぐらいね、そんなにね新しいこともなく、だん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 減ってきたんですけども、20とか30になってから全然減らないね。で相変わらず重症の人だから減らなくてもいいんですよ。例えばずっと20人ぐらいが感染という形で いればいいんですけども、重症の人とかね退院する人がもう相変わらずね、いるっていうことだね。だから減らなくてもそれ以上にね治る人が多ければね、感染してる人は減るわけですけども、そうじゃなくてなんかね、なんかこう下げ止まりみたいなね、ここからもう下手するとちょっとなんかあったら爆発するぞみたいなね、まあ、そんな感じだったんで、まあとりあえず1ヶ月様子見ようかと。でまあ12月はやっぱりほら年末だからね、いろいろちょっとバタバタすることもあるだろうなと思って、12月に入ったら、少しバッチリやりましょうと。で11月はやっぱりトレーニング、いろいろな意味でね、体調管理、それからね肝を鈍った肝をなんとか、ね、元に戻すとか、まあ、そういうことでね、まあ、遠出はしないで近場でなんとかと思ってたんですけどね、で、11月の終わりぐらいからですか、新しいね、わけのわかんないものが出てきて、それがまだわかんないのにね、まあ、いろいろとこうなんかこうわかんないから怖いんだみたいな話になってて、実際はどうなのかっていうのがまだねわかんないし、でもすごいよね、ワクチンなんかもかなり1億人ぐらいの人が打ってるわけだけども、全然ねワクチン打ってもまたかかっちゃったりとか、何なんだろうねと思ってね、せっかく注射したのにさ、また全然問題なく
病気になっちゃうみたいなこととかね、だったらやんなくたってやったって同じじゃないかね、っていうか、まあある意味こう2年も経ってるんですから、そろそろこうなんていうの、ある程度の、概要みたいなものはちゃんとつかめて、ね、こうすればいいんだみたいなことって出てきてほしいなとは思うんですけどもね、なんか行き当たりばったりでね、ちょっと減ったらゴーツーだゴーツーだとかね、会話か、あの緩和緩和みたいな話になって結局元に戻っちゃうみたいなね、うん、俺らなんかだから本当にもう2年ですからね、約ね、もうそろそろ限界ですよ。あのマスクね、取りたいなとかね、いろいろ思うんですけどもね、でもやっぱりかかっちゃまずいですからね、かかっちゃまずいし、変にね、移してもまずいしということで、やっぱり気使うわけでね、その辺のこうなんていうの、気疲れみたいなね、そういうことっていうのは結構あって、まあしょうがねっちゃしょうがないんだけどさ、だから病気の話でね、誰が悪いことやってるね、変なね、まああのまあ、マスクに始まってね、変なことっていうのは多いんですけどね、あのアベノマスクとかね、まあいろんな変なこと多いんですけど、でも、それはやんなければ済むことなんでね、大丈夫なんで、どうしてこんなねバカみたいな感じになってるのかなと。でそうやってるうちになんかこうだんだんね、物価の方も値上がりしてきて、なんかちょっとやばいよなみたいなね、でまあしょうがないっちゃしょうがないんですよね、不景気ですからね、単価を上げなきゃ結局、売れなくてね、もう困っちゃったなーね、デートに誘われてみたいな、困っちゃうな、デートに誘われてみたいなことになっちゃいますからね、やっぱり売れない分だけとりあえず本当はね、ガンガン売れてくれれば薄利多売でね、安くしても全然 OK なんだけど、売れないからね、少しずつこう上げなきゃいけないって、で上げても売れないからってね、だんだんこう自利品になっていくわけだけど、まあ、そうするとやっぱり 給料なんかもね、全然こう、上がらなくなってしまう、そうするとまた買わないっていうことでね、まああれですよね、デフレスパイダースじゃないし、デフレスパイラルですかね、まあ、そういう感じなんですよね。だからそういう時はやっぱりこうね、もう値段半額にするとかさ、定価の部分はもう国が面倒見るとかね、だけどやっぱり基本的にはやっぱりあれだよな、俺たちの賃金が上がらないとね、お金持ってないですもんね、だから金たくさん持ってたらさ、いろんなものを今日はね、今日はステーキにしよう、やったーみたいなね、そんな感じになるけど、金ないとステーキも買えないしね、食えないしね、でもこれぐらい食え、ささやかな夕食だよとか言ってて、だんだんこう落ち込んでいくわけですよね、でもう例えばそれだけね、賃金をもうむやみに上げたら、それは今度企業が、だからここね、やっぱりね、勝負ですかね、やっぱりね、賃金をたくさん上げてあげて、で結局働いてる人がね、バカつか金を使うようになる、そしたら企業も儲かるっていう話なのかね、売れないから値段を高くしてなんとかトントンで苦しいけどやってこうかって、どっちかだけど、やっぱり可能性があるっていうかね、やっぱり景気が良くなればね、で今までその、不思議だなと思ったのは、やっぱり景気がいいってね、株価は上がるし何も上がるしって言うけど、結局ここ2、30年そういう風に少しは良くなった時があるけれども、全然この還元されてないってことですよね、ね、だからおかしな話だよね、結局ね。で結局なんかね、消費税とかね、まあ福祉とかそういう関係に使えますとか言っててね、なんか、全然使ってなかったりとかね、嘘つきみたいなね、キツつきじゃなくて嘘つきみたいなね、そんな感じで、だからそういうのないよな、やっぱり言ったことはちゃんと守る、不言実行じゃなくて有言実行ですよね、そこですよ、有言したことはやっぱり実行しないけどね、安心と安全を守るって、安心も安全もねえじゃねえのよって話だよね、
でどうすりゃいいんだったら外に出るなって、それは そうだよ。でも外に出なかったらもう一億総引きこもりなんてことになったら、それはね、何十年か前にさ、引きこもりはいかんね、なんとか引っ張り出して外で、ね、自立させようみたいな話になってて、話全然ねおかしいじゃないですかね。あのやっぱりちゃんと見てくれればいいけども、なかなかそういうことにもならないし、まあそんな中でね、まあとにかくでも一番考えてみればやっぱり病気だよな、やっぱり体調が悪かったりなんなりすると全ての問題がそこに来るから、やっぱりコロナがね、収束してくれれば本当にいいわけですけどね、もうでも病気もさ、かかるかかんないっていうのは多分不運だと思うんだけどさね、ね、だからそういう意味ではやっぱりこうね、それは無茶して体痛めてればそれはね、病気も狙いやすいよな。だからやっぱりそこら辺の問題だよね。だから年食ったりしたら、ね、コロナだと最初は年寄りが、ね、重篤な状況になりますみたいな話で、それはそうだよって分かるよね。あと子供ね、赤ちゃんとかね、そういうのがやっぱりね、一番やっぱり弱い部分っていうかな、だからね、ジジイなんかは本当に弱いんですよ。ね、ジジイに愛を、ね、I love you ってね、ジジイは I love you ってよく言うんですけどね、帰ってこないんだよね。やっぱり若い方がいいもんな。ヘラクレスみたいな、ムキムキキンキンみたいなね、そういうムキムキキンキンみたいなね。でなんか年寄りだったらもうすぐ疲れちゃうし、まあ、そういう面では楽かもしれないけど、でもやっぱりね、ピチピチな女の子あたりはやっぱりムキムキキンキンの方が絶対いいと思うんでね、まあそういう部分とかね、ばっかりし頃を思い出して、ね、やっぱりそうだよな。で若いやつが全然いなくなってるっていうね、年寄りばっかりになって、本当にね、だからある意味、人口分布っていうかな、年代分布別分布も全然だからおかしい状況になってるしね、本当にまあ僕らが若い頃ってのは、ね、気がついてみればもう50年ぐらい前なのかもしれないけどさ、ね、その頃はやっぱりそんなこと考えもしなくてね、このまま俺たちはどうなっていくんだろうとか言って真剣にいろいろ考えてね、やっぱりこのままの状態だったら何もできないなっていう若い時だよ、ね、年寄りがもう頑固者がいたからね、2、3発ぶん殴ってもね、硬くてね、自分の手がおかしくなるぐらいなね、そんな頑固者がいっぱいいたよね、だからそんな感じだったけど、今はもう自分が年寄りになった時にね、若いやつにパンチ一発食らうだけでもうガタガタ崩れるみたいなね、弱いんだよってね、そんな感じもしないではないんだけど、やっぱ時代が違うのかな。とにかく大きくなった時に、大きくなったって年を食った時にね、もう少しこう楽ができるのかなと思ったら全然楽なんかできやせんのな、まあそれがまあそうなのかもしれない、それがまあ時代の流れかもしれないし、みんな一生懸命働いて、一生懸命仕事して、一生懸命一生懸命でね、仕事しなくても一生懸命で、それでこう世の中が文明が進歩していくとしてね、そうするとやっぱり楽しようなんて考え方はやっぱりまずいのかもしれないけども、でもね、人間だってさ、限界あるよな、みんなウルトラマンじゃないからさね、怪獣でも何でもないからさ、ね、力持ちでも何でもないし、でだんだん衰えていくしってことで考えていくや、まあね、だけど時代はやっぱりもっともっとだからすごいものを求めてるっていうか、若い連中はやっぱり夢がある、希望があるからね、夢も希望も I can not なんて昔ギャグが流行ったけども、でもね、そうじゃなくてやっぱり若い子たちはやっぱりね、それなりに夢も希望もあるんだろうけども、何が足りないかったら頭が足りないとかまた怒られちゃうよね、こんなこと言ってたらね、だからまあそこら辺のことはあれですけども、でも本当にね、まあ、そういうことで、まあとにかく石橋を叩いてね、どうなんだろうとかって思ってる間にだんだんこう調子が悪くなってね、まあそれもそうだよね、
まだ手術して1年経ってないって言ってしまえばそれまでだけど、やっぱり1年間ね、春夏秋冬をやっぱりこうちゃんと乗り切れているいくのかどうかっていうのが、まあこの1年に問われることであって、やっぱりこのね冬場っていうのはやっぱりもともと冬は大嫌いですからね、寒いしさね、何にもしたくなくなるけどもなんかしなきゃいけないわけでしょね。だからそういうこと考えた時、冬はやっぱり嫌いだなって、暑い時も嫌いですけどもね、そんなにもう好きなわけじゃなくて、暑いからっつっていつもね楽しいなとかって言ってられませんからね。だけどやっぱり冬場は特に、でもっと言ってしまえばこの冬を乗り切るということが、まあ、一つのねこの1年間のテーマでもあるわけでね。ところがね、年なのかそれとももともとだからそういうふうに乗り切り方をちょっとがずれちゃって間違ってんのか、まあ、そういうことっていうのはいろいろあってね、なかなかこうバチッといかないですよね。ただね、延々とね、北国みたいにね、北国って、まあ、津軽海峡を越えちゃうとね、あそこはもう全然春夏秋冬ないですからね、まあ、1年のうちの半分以上が冬ですから、そういう場所だとね、いつまで経ってもね、ここから抜けられないんじゃないか。もう本当に夏なんかすぐ終わるからね、あっという間に終わるよね、あって言ったらもう終わってるから、うんね、ですからそうやって考えればやっぱりね、なんとか乗り切れるかなって思いながらね、今やってるんですけどね。でこれ乗り切っちゃったらもうあとは暖かいね、希望の春ですよね、キャンディーズ来ますよ、キャンディーズ春一番ね、雪が溶けて川になって流れていきますだったっけね、もうおじき春ですねってみんなでもう、冬のね、冬の間はもう死んでいるようなね、死んだふりとかやってたのがみんなもう踊り出しちゃうっていうね、春一番ね、まあそういうもうすぐですよ、今12月に入ったばっかりだからあと1ヶ月か2ヶ月そんなもんだからね、うん、やっぱり四季のあるところはいいな、それだけこう変化もやっぱあるしね、うん、もう絶望っていうのがもうな、やっぱり半年以上寒いのが続いて震えたらね、もう5月6月でね何もできてないからね、もう人生もう終わりだよみたいな感じだからな、やっぱりそれはやっぱりちょっとまずいんだよね。全くそういう意味ではね、本当にもう嫌になるぐらいなね、そういうことですけども、でまあそういうところからですね、まあなんとか頑張って春になって、ね、乗り切るっていう、まあそこら辺のね、今境目なんですけどもね、うん、まあそういう中でね、やっぱり唯一の冬の楽しみっていうのは あれですよ、やっぱり年が変わるってことだよな、紅白歌合戦ですよね、やっぱしね、ですからまあそういうことがあって、まあ12月っていうことにも入ったことだしね、少しなんとかと思ってるんですけどね。でまあ、本当はまあなんていうかな、もっとこう体調が良かったりなんなりするとね、ほとんど外に出てフラ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 してるんですけどね、最近はこうなんていうかな、やっぱりねもう疲れるっていうかね、もう本当にこう出るだけがで、ね、一つ仕事って感じでね、うん、で今日はちょっと今6号ですかね、まあ、ちょっと変なところに久しぶりなね、ほとんど散歩コースというかもう多摩川っていう感じなんだよな、うん、の近くまで来てて、まだね川は渡ってないんですけどもね、そんな感じでね、今日は来てます。で今いるところっていうのはね、大田区立のね、高畑第二児童公園っていうところですね、初めてのところですね、まあ、はっきり言って今道が分かんない状態でね、あっち行けばこっちに行くんだろうという感じで歩いてて、ね、本当はもう、ちょっと迷子なんですよね、うん、本当はもう川を渡って、イムジン川を渡ってね、南神奈川に行ってるはずだったんですけどね、うん、だから川崎にね、まあ1ヶ月に1回ぐらいはねとぼとぼと川崎まで行ってたんですけども、まあこういうコロナの状況とかいろいろあってね、
3回ぐらいしか行ってないかな。確実に覚えてるのは今年の3月なんですよ、で今年の3月に、携帯がぶっ壊れてカメラが撮れなくなって、で慌てて、あのコンパクトデジカメ、一番安いやつですけどね、買ったんですけどね。でこの時にね、要するに携帯が壊れちゃったんだけどっていうことで、川崎のラゾーナに行ってね、店員さんにパソコンを買ったところなんですけどもね、店員さんがいろいろ詳しいんでいろいろ教えてもらってね、だからソフトバンクの、店員さんなんですけども、本当よくしてくれて、でああいうところってさ、お店とかなんかは結構ほら何ヶ月かおきにパラッと変わっちゃうじゃないですか、いなくなっちゃうんですよね、どこ行ったのか分かんないけど、だからそういう面ではいないかなと思ったらたまたまいてね、だからもういろいろお世話になってるんですよね、でそれでその携帯がそういうことになってね、でそろそろやっぱり来年とか考えたらね、携帯をね、やっぱりこう機種変更とか なんとかいろいろしようかなとかね思ってて、今はなんかスマホかなんかの時代でね、逆に言うとパソコンがあればスマホはいらないような気がしてね、別にパソコン担いで歩いていくわけじゃないしね、外出てさパソコンのことやろうとは思わないからさ、ただね、やっぱりいろいろ問題があって、これからガラケーではなくて、iPhone とかそういう風になるときにね、またさいろいろとこう覚えることが多いわけですよ。どうやったら動くかとかね、念仏を唱えなさいとかね、本当動いて動いてとかね、そういう念仏を3回唱えるといいとかね、そんな話とかがあるわけだけどね、やっぱりこれ遅ければ遅くなれば遅くなるほどね、年を取れば年を取るほど意外とそういうことっていうのがさ鈍くなるっていうかな、覚えるのも大変じゃないかっていう、そういう感じでね最近思ったんですよ。だから早めに変えとけばいいのと、だから 3G が使えなく、携帯が使えなくなった時に慌てて変えて何が何だか分かんないよっていうのと、それ考えたらどっちがいいのかなとかね、いろいろ考えて、一応話を聞いたりとかね、した方がいいんじゃないかとかって思ってね、一応半年前にだからどうしようとか言って、変えてもいいんじゃないですかとか言ったんだけど、いや今変える時期でもないし、とかね、であと連絡するとかね、やっぱりね、この前ねぎっくりもどきしのことをやってね、もう動きにくく動けなくなった時に携帯じゃどうしようもないしって言うしって感じでね、携帯っていうか 3G じゃね、全然だからメールとかも全然ダメなんですよ、もうSIM とかがね、だから携帯が壊れるまで SIM のありかが分かんなかったんですね、 SIM が入ってるっていう、SIM の話は聞いてたけどさ、俺の携帯には SIM なんか入ってねえよとかってそんなこと思ってたんですけどもね、実は SIM が入ってたっていうね、それもやっとだから最近分かったことなんですけども、ただ電話は動かないわ、でも例えばメールとかそういうのが受信されてないわ、別にそんなにねオープンにして連絡がどうのこうのっていう形ではパソコンは使ってるけど携帯はほとんど使ってないからね、写真撮るぐらいのもんだったから、それはいいんだけどもさ、ここでやっぱり変えといた方が後々ね、年食ってからわけわかんなくなって携帯ぶん投げたみたいなね、表が出たから繋がったみたいな、そんなね下駄じゃないんだからさ、天気予報じゃないんだから、そういうような状況でね、少しちょっと考えて、一番引っかかったのはさ、なんでさソフトバンクにしたかっていうと、かけ放題っていうんではなくてソフトバンク同士だと、9時からかな、21時から1時だか2時の間は通話料金取られるんだけど、あとは全部ソフトバンク同士だったらかけ放題っていうか金かかんないって話だったからね、して友達といろいろとこう本当に近場でいつも会ってりゃそれ済むことなんだけど、ちょっと遠かったからやっぱりね、ただ電話で
ね、向こうもソフトバンクだし俺もソフトバンクだしということで、まあ長いんだとにかく、それだけそ、ね、彼とだけですけどね、そんな長い話をするんです、いろんな話をするのはね、だけどやっぱり一回やると、2時間とかねなっちゃいますからね、難しい話がいっぱい出てくるんですよ、何が何だか分かんないような話が、それがまたね、いや本当に若い時ってそんな話ばっかりしてたからさ、ね、だからなんつうの、若いやつと話しても、自分の若い時見てるみたいでさ、なんかへりくつ言ってるなみたいな感じになっちゃってね、もうそんなこと言ってもしょうがないぞお前って、ね、どうしてですかって聞くから、いやだからもう答えを言ってあるじゃないって、 俺の意見はちゃんと言ってあるよって、えどこにとか言うからさ、それが分かんないのがお前ダメなんだよとか、わけの分かんないこと言っててね、でそうなってくるとね、なんか具体すごい具体的なことになるんですよね、何時何分どういうこと言ったんですかみたいな話になってくるんですよね。そんなのいちいち覚えてねえじゃないかよ、ね、覚えてないし、そういうことは、まあ、そういう会話になった時には何回も繰り返し言ってるわけですよ。だから何時何分何秒に言ったことを蒸し返してるんじゃないんだ、取り上げてるんじゃないんだって話でね、自分で聞いてみるよお前、何時間喋ってんだよみたいな話でさ、さすがにね、昔はねいちいち合わせてたんですけど、最近はねもう自分もだから同じようなことをね、昔はね、先輩に向かって偉そうに言ってたわけですけどもね、やっぱりそれはやっぱり申し訳ないなと思って、で結局自分で探せっていうことですよね、なぜか、で答えがないんだったら答えをね、こういう頻度だとかこういうことだって言うわけですけど、一番最初に答え出してんのにさ、また同じこと言うのかよって、同じこと言ったってお前分かんないんだから分かんないだろうみたいなね、そんなことなんだよ結局は、だからそういうのね、何十年してやっぱり自分でも分かったから、それはお前がいろいろ考えなきゃダメだよっていう、そういう話でね、ちょっとね偉そうにね、めんどくさい話をね、なんかこうちょっと勘弁しろよ話でねやるわけですけどね、まあだから、同じようなんだけどやっぱり進歩ないね、若いやつってあんま話してないのかな、まあ話は そいつはなんかね話す方なんだろうけどもさ、やっぱりそこ超えない、だから俺なんかもなんかなかなか超えられなかった部分ですけども、年食ってくるとね、あそういうことだってなんかこうちょっと分かったような分かんないようなね、分かったような、じゃあそれでいいんだよっていう話でね、そうしないと同じところをぐる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 回りっぱなしになっちゃうからね、でだから昔もそうなんだよね、長い話になる時って絶対そういうことが結構多くてさね、でもまあいつもね月1回ぐらいずつ、電話してお話しする人はそうじゃなくて、同じ話はなかなか出ないしね、だけど例えばそれでもやっぱり、違う話をしててもやっぱ、まあ、人間ですからね、こう思うぐらいのことになってくると同じようなところでぐるぐるやってるっていうのがやっぱり、今思ってもちょっとね、やっぱりまだまだだなと思うところだよね、もう違う話を常に、最高のレベルで、レベルっていうんじゃないの、同じ話は二度としないみたいな、まあ、簡単に言ってしまえばそれでいいんでしょうけどね、だからそこまでこうネタっていうか内容がね深ければいいんですけど、なんか頭ピーですからねまあまあそれはいいとして、で、まあ、そういう中でね、やっぱり体調が悪くなったりなんなりして、どうするかというようなことで12月に入っちゃったんだね、これがね、まあ自分としてはねやっぱりあまり無理しないようにっていうことでねやるしかないんですけど、なんとなくやっぱりま
なんかこう動きにくいというか動きが鈍くなってる部分がやっぱりこうちょっとな、まあ自分が悪いのかどうか分かんないですけど、まあ、そんな感じで、でも結局ね、やっぱりその空とかね、あの自然とかね、まあ、自然だって山とか川とかじゃなくてね、こうやって普通にね、公園に来てぼーっと空見てたりさ、いろんなもん見てたりしてるとやっぱりこういろんなことが出てくるんだよね、いろんなことを考えたりするんだよな。だからまあそれでいいんだろうなと思うのね。部屋の中にいるとね、どうしてもですね、パソコン見てるとさ、もうダメパソコンが悪いってわけじゃないんですけどね、もう本当パソコンはもう助かってますよ、本当に助かってんだけど、やっぱりそれだけじゃやっぱダメだね。やっぱりその、何も考えなくなるみたいな、パソコン見れば出てるから答えがね、探していけばねあるしね、そうではなくてやっぱりわけのわかんないことをね、とりあえず考えて、わけのわかんないことを考えて、なぜわけがわかんないのかとかね、これはこういうことなんだっていうのをね、無理やりでもこう理屈をへりくつをつけていくっていう、そういう作業をしなければやっぱりダメですね。ただそれはね、やっぱりね、まあ、結構厳しい話になってきますよね。やっぱり外に出てていろんなこういろんなものを見ながらね、ロケットが飛んできたり、飛翔体が飛んできたりしながらね、やっぱりこうなるほどそういうことかみたいなね、そういうのがいいと思うんですけどね。まあ今こうやって喋りながら今電車の音が聞こえたでしょ。今俺どこにいるのかっていうのがねすごくね、今JR の京浜東北が走ってるんですけど、京浜東北の線が自分の中ではそこを走ってちゃいけないんだよねっていうのはなんていうの、そこのレールっていうか京浜東北をとは違う位置に歩いてるはずだったんですけど、なんか知らないけど京浜東北はそこを走ってんですよね。ということは俺はどっか迷ってんですよ今。まあでもこれもね、海とか川とか途切れる場所がないので、どっか歩いてればそのうち出てくるだろうなとね、道がわかるだろうなとは思うんだけども、ただね、時間がね、もう、秋の日は鶴瓶落としでしたっけ。ね、秋になるとね、鶴瓶さんがね、笑福亭鶴瓶さんがね、ボコボコ落ちてくるっていう、空から落ちてくるっていう、そういう秋の日は鶴瓶落としというようなね、まあそういうことなんですけども、もう分かんないですよね本当にね。だから暗くなるまでに帰れるかみたいなね、っていうか今俺はどこにいるんだろうと不安ね。まあでもそうな、周囲歩いて3時間以内のところにはいると思うんですけどね。ね、いやどうもここは違うとこだと思うんです。はっきり言ってね、僕が行こうとしてるところね、イムジン川を越えて、南神奈川にね行こうというそういうところじゃないような気がするんですよね。どっか違う、まあ、近場ではあるんだけどね、その川を渡る橋ね、そこはに行く道ではないようなそんな感じがしますけどね。というふうにね、今週というか12月に入ってね、第1週目、とにかく歩かなきゃってね、そんで昨日なんかさ、もうなんていうの、やっぱり夜っていうのはやっぱり最近夜は長いじゃないですかね、どうしてもね夜更かししちゃうんだよね、まあ、早くそこでね寝ろよって感じだけども、で昨日もね3時ぐらいですよ、朝のね、今日のね3時ぐらいにやっとね布団入ったんですよね。でよく寝ようと思ってるから、最近っていうかまあ1年ぐらい前からね、やっぱアイマスクってやつですかね、して、
目隠ししながら寝てるんですけどもね、うん、今日はねなんかこうスカッと起きてね、うわーよく寝たなーと思ってね、パッとねアイマスク取ってね時間見たらさ、もう7時半なんだよね、え本当にもう一瞬焦ったよ、今日どうしようみたいな感じでね、うん、まあ大体あの午前中にねやるべきことは片付けてということですけども、もう今日はねただね、川崎行くときはやっぱり、午前中に 出たいからね、で昼ぐらいに川崎着いてあだこうだやってね、まあごまかし君やってもいいですけども、大体3時ぐらいにはね、3時4時ぐらいにはもう帰る、でもう5時になったら真っ暗だから ね、暗いと今度どっか他に行きたくなるよ、あれが要素がいっぱいあってね、そうすると帰るの12時になるからさね、午前に出て午前にから外に出て帰ってくるのが午前だよとかね、ね、そんな時間帯になっちゃうからさ、でそうするとその後ね家帰ってきたってまたいろいろとねやることあるからね、飯食ったりしなきゃいけないし、そうするとなんかこうなんかねそれで一日終わっちゃうみたいな感じがあってさ、うん、それはまずいでしょ、まずいでしょっていう話だよね、うん、いや本当12月だからね、これからね、まあ、クリスマス、お正月、ね、そして新年、ニューイヤー、ね、春までの間にいろんなことがあるしね、でまた、ね、状況としてはすごいクソ寒いから、ね、嫌になっちゃうしね、風邪はひかないとかね、で、まあ、コロナが風邪と似てるっていうことがなんか非常にめんどくさいんだよね、そういう意味ではね、一体何なんだね、まあ、そういう感じはとてもするんだけど、本当にな、うん、ね、難しいよいろいろと、こんな感じでいいか、あでもやっぱりあれだね、映っちゃうのかな、うん、今ねこういう感じでねやってんですよ。あ、もろ映っちゃってるね、すごいな、うん、でも本当にね、うん、またね新しい年になったらなる前にというか新しい年からまあいろんなね新しいこともちょっと始めようかなとかね、まあそんなめんどくさいことじゃないんですけどね、めんどくさいことじゃないんだけど、ある程度同じようなこととかも結構あるので、やっぱりそこの区分けとかいろんなこともね、やっぱり考えとかなきゃね、やっぱりいけないんでね、だからね、本当にね、めんどくさいんだよのんびりね、本当にね、のんびり何も考えないでね、何も考えないでもう、あ今日は晴れて気持ちがいいなとかね、そんな感じで、でも、あ今日でもね、寒かったよ、本当に。なんかさ、昨日かなんかのニュースかなんかでね、もうガス代、電気代がもうバンバン上がってんだってね、1年前に比べると、1年もって、今年の1月だとに比べると、やっぱり、平均で1000円ぐらい上がってるらしいんですよ。ね。うん。1000円ったらすごいよね。うん、なんだか1000円の食い物が2000円になるとのとなるってことがあるね。それでそういうこと聞いちゃうとさ、思わずさビビっちゃってね、電気つけないようにしようとかね思うじゃん。だから今はもう電気ストーブなんだよね。クソ寒いから。まだね、エアコンまではいかないんですけど、エアコンの方が安いのかな、うん、なんかよくわかんないけど、それで、電気ストーブ消してたらやっぱりなんか鼻水がズルズル出てきてね、しょうがないからね、喉も痛いしさ、しょうがないから、まあ、風邪薬飲んで、まあ、去年からかな、毎年そうなんだけど、なんか調子悪かったら風邪薬飲むとね、大体治るんだよね、うん、
で、あと無理しない、ね、暖かくしてるとかね、まあ、いろんなあれがあるんだけど、ね、あくまでもほら風邪薬っていうのは、市販の風邪薬っていうのはいろんな諸症状の緩和ですからね。緩和されればあとは自分の体力なりなんなり、あとはね、少しこう静かにしてるとかなんとかそういうことで、その自助能力でなんとかなるかなっていう、そういう部分っていうのは結構あってね。だから風邪薬はなんかあんまり薬って飲んだら効かなくなるからって言うんだけど、風邪薬だけはねもうしょうがないなと思うんだ。それでバランス取ったりとかね、歯の痛みとかね、そういう傷の痛みとかでね風邪薬飲むっていうのはさ、やっぱりそれ違うけどさ、なんか普通の状況でなんかちょっとだるいとか調子悪いとか熱っぽいとかっていう時には本当風邪薬で全然 OK なんだよね、まあ結構風邪薬はねバカバカ飲んでますよ。ちょっとやばいかなと思うんだけどね、癖になっちゃいかんなとかって思ったりもするわけですけども、まあしょうがないや、そういうことだよね。まあそんな感じで、まあ体調もとにかく無理はしないことにしたからね、まあしばらくの間だから、無理さえしなければまあなんとか最低限で、今年のね、12月も楽しめるかなっていう、そういう感じなんですけどね、まあこの先どうなるかちょっとまだ分かんないですけども、でもね、なんか本当にやっぱりなんかやっぱりどうこの先ね、なっていくのかっていうのがやっぱりちょっとね面白いかもしれないけど、ちょっと気になるとかな、こんなはずじゃなかったんですよね、もっとだから社会的にもなんていうか社会とかそういうものもね、なんでそんなところがこんなことしかできないのみたいなことっていっぱいあってね、まああんまりそんなの当たり前だろうと思ってたから全然気にもならなかったんだけど、いやーやっぱりもうズタボロだよね本当に、でやっぱりそういうところに金をケチっちゃうから、結局ね、せっかく介護保険とか使っても作ってもね、やっぱりそこに来る人材が全然いないわけですよ結局、ね、そしたら外国からとかいう話になって、でまあ、外国からっていうのもいいんだけど、やっぱりそこはちょっと違うでしょうねって話だよね。やっぱりこの土地この人柄いろんなものが全部あってね、それとやっぱり外国とはまた違うので、だからそれを外国の人がそのことを理解するのにやっぱり時間かかるんじゃないかなと、それよりも俺たちの中からやっぱりそういうことをやっていけばいいなって感じはあるけど、そのためにはあまりにも安すぎるんでね、ギャラがね、ギャラ高くすれば無闇に高くすればいいってもんではないかもしれないけども、でもやっぱりひどすぎる、ね、この前もフェイスブック書きましたけどね、サンタクロースさんの時給3000円にしてくださいってね、3000円でも足りないぐらいだよね。3000円でさ、3杯24000円でしょ、ということは1日24000円だと20日で、24、48万かね、サンタクロースぐらいのじじいになっていろいろとこうね、奥さんとか子供とかいたらね、48万円で税金引かれてね、消費税があったりなんなりしてね、やれないよ、老後もできないよ多分ね、生きていくだけは精一杯で、まあ子供がなんか面倒見るかどうかっていうのは話はあるかもしれないけども、まあ稼いだ金額だけじゃちょっときついかもしれないよね、まあ、そんなこと思ったりしてね、サンタクロースさんには時給3000円お願いしますみたいなところ書いたんですけどね、というかもう介護の人もそうだし看護師さんもそうだけども、やっぱりもう最低賃金3000円はもう必要じゃないですか今ね、今そういう状況にないから、まあ、1500円最低という話をしてるけど、1500円じゃまだまだね足りないですよ。もっと社会がそういうものに対していろいろね、補助金とか出してくれるならいいけども、1500円じゃちょっとできないですよね。昔はだから違ったもんね。
うん、俺ら学生の時代にさ、例えばあの大工さんとかそういうのが1日2万円もらえるったら俺たちはすげえなーと思ったもんね、うん、で結局俺らがさあの学生のバイトでさ1日2000円ぐらいかな、2000円ぐらいだったかな、うん、それで十分やってきたのね。その時にさやっぱり1日1万円とか2万円のねあの給料もらえる 大工さんとかそういう人たちって本当にすごいなと思ったもんね。それが今になっても変わんないっていうか、もうどうなんだろうね本当にね、何がおかしいんでしょうね、うん、その辺をちゃんとしないとやっぱりダメだねというふうに思ったりもしますわ。はい、ということでね、今日は久しぶりのごまかしくんダイアリーでした、またね、ガンガンやっていきますのでよかったらね、チェック入れてください、ということで、ありがとうございました。ではでは。